山が入りましたが、なんとか当日部バトルまで駒を進めてまいりました挑戦者。最初の相手はボーダーの隼人です。これで打撃攻撃に強くなりました。両者とも大健闘です。さあ、これはおっと、攻撃をものともしていません。さあ、今度はアルイスト、白熱したバトルが続いております。ここで冷凍ビーム、よし、おっとダウンだ。さあ、次のポケモンを準備です。ここでユンゲラーの登場だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。鋭い攻撃、急所にヒット、一撃で崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでパウアウの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。ここで一発、急所に当たった。おっと、アンコールをした。ここはアンコールに応えなくてはいけません。ここでリフレクターの効果が切れたようです。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで地震攻撃、よし、ヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。次の相手はスキーヤーのリョーコです。雪上に描くスプールのように華麗なポケモンさばきで攻めていきます。おっと、これは似ている。攻撃が外れた。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで10万ボルトだ。よし、さあ、ノックアウト。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでラッタの登場だ。
白熱したバトルが続いております。今両者戦闘態勢に入って、この攻撃ヒット、いい感じです。さあこの場面で、おっと当たりません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いった、当たった、バトルのダメージ、おっと危ない、これはどうだ、歩く一発、片やまだ余裕着々、片や疲れを見せております。激しい攻撃、よしヒット、あーっと崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでペルシアンの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。両者とも大健闘です。おっと電磁波、あーっと麻痺してしまった、おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。鋭い攻撃、シートに当たった、これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。柳との一戦です。氷タイプのポケモンの放つ強烈な霊気に凍らされてしまわぬよう注意が必要です。ここで一発、ヒット、いい感じです。白熱したバトルが続いております。良い攻撃、いい当たり。さあこれは当たった、まずまずのダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。さあ今度は、よしヒット。さあ熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。この攻撃、よし、さあ激しいバトルです。ここで波乗りだ。よし当たった、やっと力尽きたか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでフリーザーの登場だ。両者とも大健闘です。さあこの場面で、お
っと、このポケモンではマッチアップか。これはどうだ、強烈な一撃。さあ両者ともバテております。ここで体力回復だ。さあここで効果は今一つのようです。白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。おっと、ここは動けません。またやまだ余裕しゃくしゃく、またや疲れを見せております。ここで10万ボルトだ。よし、あーっと崩れ落ちた。さあポケモンは残り1匹。ここでカポエラーの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ熱いバトルが展開されております。鋭い攻撃、効果は抜群だ。さあ今度は軽い一撃。さあ激しいバトルです。ここで大黒技術、よーし、ヒット。これで勝者決定です。ここでステージクリア。